危ねえ。蹴る、蹴しまう。あいつなら。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。解き放つんだ。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。あるじゃねえ。このまま上りを近づけようぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら。そっちはまだ霧が残っている。戻れ。話に戻ろうか。あんたは何者なんだよ。霧からは離れた方が良さそうだ。話に戻ろうか。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。何やってる。急いだ方がいいんじゃねえのか。分かってるよ。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。